はい、こんにちは、ジャモです。今回は、初めの一歩ファイティングソウルの動画を撮ろうと思います。ということでね、10日ですね、ファイティングソウルプレミアムデイ、1.5 周年の特別版ということでね、まあファイトルの日ですね、毎月10日、5月のやつなんですが、1.5 周年の豪華版だよということみたいですね。軽くちょっと見ていきましょう。で、無料で引かせてもらえるガチャもあるので、まあ、最後にね、ガチャを引いて、終わりにしたいかなというふうに考えてます。ということでね、まずはね、特別対抗戦、ファイトルの日対抗戦参加1回につき、剣石戦がもらえますよということでね、まあ、全部参加すれば3000もらえるよという感じですね。まあ、ちょっとうっかり、時間がね、過ぎちゃったりっていうパターンが多いので、まあ、どのぐらいもらえるかちょっとまだ何とも言えないとこなんだけどね。で、2個目がプレミアムガチャ、こちらは、ファイストルガチャ、最大6回してて、最大6回してる回数制限ガチャ、そしてなんと初回10連が1回無料ということで、まあ、最後ねこれ引こうと思うんですが、その後は全てプレミアムモード、消費券積1万5000で10連が回せるということで、ね、ちょっと高いんだよね1回のガチャが。プレミアムモードっていうやつにね、初回無料の後はなるらしいんだけど、それでもね、ちょっと石を使って引くのどうしようかなっていうのがね。プレミアムモードは11枠目で剣石が確定で排出、最大5000っていうことなので、まあ一応ね、あの石が返ってくるのは返ってくるみたいなんですが、まあそれでもね、やっぱり、一番返ってきても5000だから、1万5000使うとね、やっぱ1万はかかっちゃうよねっていうことで、どうしようかなっていう感じですね。だからまあ無料分は回すけど、追撃で石使って回すかちょっと悩みますねって感じかな。で、まあ風神、王者幕の内一歩、思い出幕の内和夫っていうかさ、あの一歩のチャンピオン剣玉が来る月でさ、一歩の親父もサポート出すんだったらさ、宮田くんの時なんでセコンドであの宮田の親父出さなかったんだよっていうのがすごい疑問なんだけど、ここそういう話もある。まあね、あのどっちかっていうとね、この思い出幕の内和夫って竹圭一戦かな、あっちだよねイメージ的には。だとするとさ、あのランディ戦の宮田くん出した時になんであの宮田の親父をセコンドで出したりさ、サポートであの少年の宮田くん出したりとか、そういうことしてくれなかったんだろうっていうのがね、すごい疑問に思ってしまうんだけど。で、まあそれはそれとしていいや。さらにね、星5出現時は、確定で ×2 で出現、このチャンスを見逃すなということでね、まあガチャに関してはそんな感じです。まあ途中ちょっと余計なの挟んだけどね、まあ課金パックはちょっとね買うつもりはないので、まあ各自チェックしてくださいということにして、でこれがね、チャットキャンペーン、ファイトルデー限定チャットキャンペーン、本日限定、ヒントをもとにとあるキーワードをジムチャットに発言すると剣石1000がもらえますよということで、ジム内の誰かがキーワードを発言すると剣石1000が全員に配られますよと、プレゼントボックスに入らずに直接付与されますって書いてあるんだけど、これは嘘でした。プレゼントボックスに入ってましたなんでこの一文あったんだろうと思っちゃった。あ、発言者以外はプレゼントボックスに送られます。いやでもね、俺が発言したけどプレゼントボックスだったよ。だからね、ここの2つの文章はね、なんで入ってるかよくわかんないけど、プレゼントボックスの方にね、あの発言しても送られますよくわかんないこれに関してはなんでだか。ヒント1、今月1日に登場したけん玉の、2つ名といえばということで、ね、まあ、さっきも出てきたんですが、今月1日に出てきたのは風神王者幕の内一歩なので、このね、鍵括弧の中、風神って入れれば、石がね1000個もらえますという感じですね、このチャットに関しては。で、記念大会がありますよというのが最後の一つのお知らせですね。まあエントリーしておきましょう。はい、でね、まあ一応ね、あのジムチャットをこうやってね、風神って入れたんですが、風神って入れたところをプレゼントボックスに、そうなんだよね、ファイソルの日チャット送られてたんだよね。受け取り履歴で確認できるから、プレゼントボックスに入ってたの間違いないんだけどなんでプレゼントボックスに送られないっていう注意書きがされてたんだろうっていうね、謎が残るっていうね。はい、というわけで、まあ、一応ね、あのジムチャットで封じて入れればこの剣石線はもらえますが、プレゼントボックスに入らず直接付与されるっていうところは、実際は正しくなくて、プレゼントボックスに送られますと、発言者以外はプレゼントボックスに送られますってなってるけど、俺が発言してね、俺プレゼントボックス送られてたから、ここのちょっと文章だけは間違ってますよという感じですね。はい、まあそんな感じ
で、最後にねちょっと無料分のガチャを引いて今回は終わりにしようと思います。いきます。さあ一歩来るかな。できたらね一歩来てくれると 1.5 周年をね祝ってる感じがしてくるんだけど、さあどうでしょう。はい、あ、なに、え、こんなに豪華なの？なんか思ったより豪華なんだけど。ほーん、あ、なんかすごいぞこのガチャちょっと待って、次したくなった一気にあれどうしよう、あれ思ったよりいいガチャこれ全然期待してなかったけど、あ、星6、しかもケンタマもセコンドも 3% ずつで 6% あるってこと？ごめんこれもう一回引くわ行きましょう。さあなんかちょっと思ったより豪華なガチャだった。さあちょっと石使って引くかどうか迷いますねって言ってたけど迷わず引いちゃった。さあどうだ。なんかちょっと最初の2人が悲しいな、初期キャラすぎて。頼む、なんか、うーん、まあまあまあ会長ありだな。そして2000返ってきた。はい、まあ俺が引けるのはここまでなんですが、鴨川会長とね、あのなんだっけあいつ名前がど忘れしちゃった、坂口、ミスター坂口がねなんか出ましたね。ミスター坂口と会長か、まあ、会長の方がねできれば早めにくっつけちゃいたいかなという感じはしますが、会長ねくっつけると、背景も動き出すしね。確かねこれ行ってこいがね進化、あ、2で変わるのか。なるほどなるほど。まあでもねちょっとくっつけて強くしたいね。会長に関しては攻撃力でね回復量とかが変わるのでここは嬉しいかな。はい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 、まあ、ミスター坂口どうなんだって話だけどね。これこれプラス2まで持ってったらなんかスキル変化するんだっけ。しないよねこいつは。ちなみに、進化の像がめちゃくちゃかかるのでとりあえずすぐに進化はできないですね。まあまあまあでもこの2人当たったのは良かったかなという感じですかね。あとねクリスマス一本&組が結構出てたよね。そう 4×4 ってこれはねありだと当たりだわ。強化できるところまでこれはくっつけちゃうのもありかな。はい、まあそんなわけでね、今回は結構、プレミアムファイトルデイのガチャおすすめかもしれないです。ただねちょっと俺は、石あったらねこれもう一回引いてもいいぐらいのガチャだったんだけど、まあ石を使ってのガチャはね一回しかできないかったので、まあそこはねしょうがないんですけど、まあそんな感じでねプレミアムファイトルデイ、ファイトルプレミアムデイはねなかなか 1.5 周年そこいい感じのイベントだったんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、今回はねこれで終わりにします。ありがとうございました。よいしょ。